はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、現役の大型トレーラー運転手が教える絶対に失敗しない坂道発進の方法について詳しく解説をさせていただきたいと思っております。マニュアル免許を取得するときに最も大きな壁となる坂道発進についてなんですが、この坂道発進をエンストさせることなく確実につなぐ方法があるんですね。通常坂道発進を行うときはサイドブレーキを引いた状態で左足でクラッチを切って右足でアクセルを半回状態にし半クラッチの形を作るというのが一般的なんですが、このクラッチがつながる瞬間というのが分かりづらいので坂道発進が難しい、つまりエンストしてしまうというような結果につながることが多いんですね。このサイドブレーキを引いた状態でクラッチをつなげるときに皆さんに注目していただきたいのがタコメーターの針です。坂道発進で徐々にクラッチをつなげる際にこのタコメーターの針を見ているとわずかに回転数が下がる場所というのがあるんですね。クラッチをつなげながらこのタコメーターの針が下がる、つまりエンジンの回転数が少し下がるタイミング、ここがクラッチがつながるポイントですので、回転数が下がると同時に右足で少しアクセルを踏み込むことで回転数を上げてアイドリング以下の回転数に下がらないように調節しながらクラッチをつなげばうまく坂道発進を行うことができます。そして2つ目のポイントなんですが、このクラッチがつながる瞬間、この動作を行う際に必ずガニ股でクラッチをつなげていただきたいんですね。通常クラッチというのはまっすぐ前に踏み出すような形で切ってその後引き上げてつなげるというような動作を行うんですが、この際にガニ股の状態ですと太もも全体の力でクラッチを保持することができますので、クラッチの微調整が非常にやりやすくなるんですね。このガニ股でのクラッチの踏み方というのは大型トレーラーなどで例えば満載の荷物を積んでいる時というのはクラッチのつながり方というのが非常にシビアになります。このような状態で細かいクラッチの動作を行うときはガニ股の状態でやると通常前に蹴り出すような形で行うクラッチ操作よりも少ない力で微妙なクラッチ操作が行えますので、特に女性などは重たいクラッチのスポーツカーなどを運転する際に有効的なテクニックだと思います。このサイドブレーキを引いた状態で回転数が下がるポイントをタコメーターを見ながら見極め、さらにガニ股の状態でクラッチをつなげる動作というのは現役の大型トレーラードライバーである私あやともシビアなクラッチ操作が必要な場合、もしくは坂道発進などで大重量のトレーラーを発進させなければならない状態において非常に多く使う技なんですね。この2つの技術を覚えておくと非常に簡単に坂道発進というものが行えるようになりますので、皆さんもぜひ一度試してみるといいと思います。実際教習車でやるときというのは車によって癖が強かったりクラッチの減り方に差があって中にはジャダーが出ている、つまりクラッチをつなげる瞬間にガタガタガタっていうような振動が起こってしまう、そういった車も中にはありますので、乗りにくいマニュアル車に当たった場合でもこの2つの技術があれば非常に簡単なクラッチのつなぎ方というのがマスターできると思います。教習所ですとね、タコメーターを見ながらクラッチをつないでいるとタコメーターなんか見なくていいよとかそんなことをやってると全然うまくなんないよっていうような共感も中にはいるんですが、現場で実際大型トレーラーを扱っている私としてはやはりシビアなコンディションの時というのはこのガニ股でのクラッチ操作、そしてタコメーターを見るというような動作、これをきちんと行って運転していますので堂々とやってみていいと思います。一般的に難しいと呼ばれている坂道発進なんですが、一つコツをつかんでしまうと非常に簡単にできるので、あ、なんだこんな簡単にできるのかっていうような感じの感覚になれると思います。教習車でなかなか全てをマスターすることは難しいので、その後自分でマニュアル車を購入したらこういったね意識をしながら一つ運転をしてみると上達が早いんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。
今回のテーマとしてはマニュアル車での坂道発進の絶対に失敗しない方法について詳しく解説をさせていただきました。それではまた次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。おやすみなさーい。